いつも結構出させていただいているミュージックフェアさんなんですけど、今回初めて畑基博さんと共演させていただいて、もう私畑さんの歌声が大好き で、高校の時にずっと聴いていた虹が消えた日という曲を共演させていただけることになって、もうテスト勉強やだなとかって思いながら、でも虹が消えた日でこう勇気をもらって、よし頑張ろうってこう聞いてたのすごい思い出しながら、でもまさかの当日ギター2本で歌うことになって、あ、これは緊張するぞと。私が聞いてた CD では結構ピアノがね先行したり、弦ストリングスが入ってたりとかする楽曲だったから、あ、これ畑さんのギター2本でやるんだっていうことですごい緊張しちゃって、どうやってやるんだろうって思ったら、やっぱり畑さんさすがで、こうなんていうの、曲がりきるじゃん。曲が、あ、なんていうの、コード弾いて、じゃーんって言ってさ、誰もドラムとかいないから、誰もリズムを取ってくれる人がいないところを、さりげなくアルペジオで、って埋めてくれたりとか、さりげない優しさがやっぱり素敵だなって思って、で、なんかこう、風邪を引いてらっしゃって、風邪を引いてる時にライブで喉を壊しちゃったらしくて、で、まあ、こう万全じゃなかったんだけど、でも、それでもなんか、それはそれで味になるというか、こう、ちょっとハスキーになった声が、それはそれで味になるなっていうのが、うん、スペシャルな声の持ち主の方だなって思って、やっぱりいいなって思ったんですけど、でもなんかご本人はあんまり声だけを褒められるのが、いつもそうだって、なんかこう、言ってましたけどね、いつも声だけ褒められるみたいな。作詞作曲されてる方だからね、確かにね、曲のこととかもね、もっと褒めてくれよ的なことをおっしゃってましたけど、でもそんな畑さんが誕生日のね花束をプレゼントしてくださって、すごい感激でした。もうすごい優しい方ですね。ますます大好きになっちゃったんで、またぜひ、あ、そう、夏フェスでね、結構一緒に出させていただく機会があって、福井のねビートフェニックスだったり AP バンクでもたまたま一緒の日なので、また歌声が生で聴けるなんていうのも楽しみだったりするんですけど、